ここ安作りですから床は冷えるんです。風邪をひき始めている人にはおすすめできません。どうぞ私のベッドを使ってください。ちょっとはマシです。いや、あのベッドって先輩の？そうですよ。あ、気にしないでください。あまり使ってませんから新品同様です。いいですよね、日本のベッド。ふかふかで幸せです。遠野くん、早く眠らないと明日遅刻してしまいますよ。先輩、起きてるんですか？はい、遠野くんは眠るまで眠れません。私、一応女の子なんですから。ごめん、やっぱり台所で眠るよ。何度も言わせないでください。遠野くんは風邪の引き始めなんですから台所には寝かせられません。いいから嫌なことは忘れて眠っちゃってください。嫌なこと？罪はごまかせないよ、先輩。忘れることはできないし、忘れるつもりもないんだけど、ありがとう。今日は先輩に助けられた。あのままでいたら本当に俺は死んでいたかもしれない。罪ですか。どうも遠野くんの間違いというのは私では想像もつかないことみたいですね。けど遠野くん、罪を犯さない人なんてこの社会にはいないんじゃないでしょうか。人間は誰もが罪人なわけですし。
先輩、それはどういう。いえ、誰もがというのは言い過ぎでしたね。でもいい人間と悪い人間がいるんじゃないんです。ただどうしようもなく何かの弾みで道を踏み外す人がいるだけで、生きている以上誰だって過ちは犯してしまう。悲しいですけどそれは避けられない。だって人間はそういう風に生きる動物です。知恵がある以上誰かの幸福を踏みにじらずにはいられない。それじゃあさ、なんか救われないよ。みんなが過ちを犯してるなんて、そんな例え話好きじゃない。そうですね、それじゃあ救われませんね。けど罪というものは償えるじゃないですか。世の中には善人も悪人もいません。ただ罪を償える人と償えない人がいるだけなんです。ですから救われない人というのはどうあっても自身の罪を償えない人のことだと思います。どうあっても償えない。はい、でも遠野くんは償える人です。何をしてしまったかは知りませんけど、遠野くんは償える人ですよ。不安で眠れないのならこの先どう償って生きていくかを考えればいいんです。それはすごく難しいことですから、そのうち頭がパンクしてスルッと眠れちゃいます。けど先輩、俺の間違いはどうやったって償いきれない。こればっかりははっきりとしたことなんです。そうですよ、どんなものであれ罪というものは完全には償えません。誰かを傷つけてその人の傷を治したとしても、傷つけたという罪は消えないでしょ。どんなに頑張っても犯してしまった過ちは消えてくれないんです。償いとは結果ではなく、その過程で生まれる心の在り方だと私は教えられました。他人に強制されずとも自らを罰することができる心、償える人と償えない人というのはそういうことです。だから遠野くんは間違いなく償えちゃう人ですね。わかんないな、俺ひどい人間だよ。先輩が思ってるほどいいやつじゃない。そんなの簡単にわかりますよ。さっきですね、私ちょっと感動しました。遠野くん、胸にすごい傷があるでしょ。あるけど、それがどうして。あれだけの傷跡ということはとても大きな事故だったんでしょう。爪痕というものは心を歪ませます。あんなに大きな、しかもまだ消えない傷だなんてちょっと普通じゃないですよね。けれど遠野くんはとても自然です。あの傷を受け止めて生きてきたのならそれは間違いなく誇れることです。遠野くんはとてもまっすぐな幼年期を過ごしたんでしょうね。あなたはきっと怒ることはあっても人を決して恨まない。
寝ちゃったのか、先輩。Thank you.